今日俺 MC だね、はい、MC やった。久々の MC。 そうなんかね、今日ね何話そうかなってずっと僕考えてて、うん、でまあなんか最初の方結構みんなやっぱふざけてたじゃん、うん、その会はね、ふざけてて、で、まあ、先週カラオケやったじゃないですか、うん、カラオケやってやっぱみんなやっぱホストやっぱ歌うまい、ホストだからやっぱみんなうまいじゃないですか、うん、下手なんじゃなかったじゃん、みんなうまくてみんなうまくてみんなうまかった、みんなうまくてなんかやっぱホストなんだなって。で結構今日はそのホストのホストの話をしようかなみたいな、ホストなんかないじゃないですか今なんか真面目な質問なかったじゃん、なんかなかったじゃん、なんか嫌いな先輩はとかさ、まだらっしゃーとかそういうような質問しかしてくる人いなかったんで、いやしてくるって自分での信玄発信玄、いややっと突っ込んでくれなと思ってそう、そう真面目なちょっとやっぱお店での雰囲気とかも分かんないんで、それ行こうかなと思って、うん、はい行こう、はい、自分指名の女の子が他店に行きたいって言ってきたら、あーそういう感じか、そうそう、でこれも結構みんな言われたことあると思うんですよ、うん、でじゃあこの女の子はじゃあ結構なんて、じゃあ例えば自分の初指名だったりとか、うん、自分が一番思い入れのあるお客さんに、ちょっと私キングの純くん行きたいんだよねって言われたら、じゃあなんて答えるか。ああ、でもそのそう、まあ、ホスト力だね、この場所とかにもよるかも、ね、でも返すみたいな、もう、うん、場所とか、なんだろう、あれにもよるかもしれない、その、知ってる人だったら、あ、まあ、別に、ね、まあ、楽しんでおいでとは言えるだろうけど、うん、全く知らないようなとこに行かれると、ちょっと、うん、え、じゃあどう返すか、こう言われたら、じゃあ2人っきりの時に、じゃあ自分のお店でちょっと私来たいんだよねみたいな、もうガチトーンガチトーン、なんかどこどこの誰々がかっこいいからちょっと来たいんだよね言われたらなんて返すみたいな、なんて返す、そう、え、まずなんで俺はちょっと女の子役やります、あじゃあ俺ちゃんと役やりましょうか、私、はい、あのキングの純くん見に来たいんだよね、指名したいんだよね、いやそれはなんで、いやなんかずっと気になっててコスオスとかみたいな気になって、うん、そう俺いるじゃん、うん、なんでいいか、いやでもやっぱ他も見てみたいなって思うし、他行くのってさないよ、ちょっとさちゃんとしっかり話そう、うん、え、でもやっぱ他行きたいじゃんって、なんかずっと長いし慣れちゃったし、これからってあるじゃん、慣れたけどなんかこれからのワンステップだってね、あるでしょ、あーね、ちょっとなんか、例えばもう弱気って書かれちゃうってことだねまぁちょっと下手に行こうか、あ、下手に行きタイプね、上からガッて行ったら下手に行きタイプね、そうそう、自分はなんか逆に下手に行ってから あまり最初からガッて行くのもなんか違うのかなみたいな、あー下手、どう、うん、私、ジュン君のとこ行きたいんだけど僕はもう本当にもう嫌だ、連呼するもうやだえ、なんで嫌だみたいな、嫌だって言って、まあ、え、何言ってんのいや、誰でも嫌だ、連呼嫌だ、連呼だよ、ちょ、やってよ、してよ、俺、他の、私他の場所行きたいんだよね、他の店、いや、嫌だ、なんで、いや、嫌だでも私のお金じゃん、え、何言ってんの、私のお金じゃん、え、私のお金じゃん、はい、何言ってんのあ、そっち系ね、借りに行くみたいな逃げ方ね、そうどうそうやって逃げる、いいね、うん、どうなの、純くんどう、純くん、でも、僕は全然もう行っておいでっていう感じで、あー、結構泳がしちゃったもう全然、ね、まあでも自分に自信があったりしたらね、それで全然、うん、そうなんですね、結構みんな優しいっていう結果優しいね、優しいね、そう、まあもう飲んでね、飲ませるというか、まあ、お互い飲んでもその感情をなくさせるっていう、ここがやっぱり楽しいって思わせるのが一番かな、うん、はい、なるほどね、そうですね、なんか俺結構びっくりしたのが、うん、意外にオラオラ系がいなかったっていう、ああ、え、ちなみにじゃあ純くんの場合は俺死ねっていうがっつりオラオラなんだよ、でも死ねって、あ、じゃあ言っていいから、うん、とりあえず財布の中全部ちょっと、じゃあ洗濯は出そう、ああ、初回だけドワイスちゃんとカードで読むから、あー、カード切れない、じゃあもうがっつり本当に、
これ逆に女の子としては何て言ってほしいんだろうね、うん、止めてほしいのか、それともなんか、うん、あいいよいいよみたいな、言っていいよみたいな、それかなんかいやもう俺だけでしょみたいな。あ、俺こんな感じですね。結構聞きたいよね、何日によるって、生理か生理かだから、あの言ってもいいよ、多分俺じゃないと満足できないよっていうのがそのくるじゅんくんね、歌舞伎で飲むクラブ、うん、おおいい、ね、若いね、やることが若いね、やることが若いこの126番さんのコメント、うん、さあクラブ〇〇って俺ある店の名前知ってるんだけど、これ言っちゃうまずい。まああ、そうなんだ。あのじゅんくんのとこと同じ系のリュウ。ああ、そうなんだ。へえ、わかんね俺、うん、他店とか。なんだよ俺、何タクで手間とかふざけんの、何だよこれマジで変なこと書いてる、切れるぞこれ。やべえ、俺バレた。じゃあちょっと次行こうよ。それジュン君だよ、はい、ね、この人だから。僕タクでクンニなんで。やべえやつだ。次行こうよ、はい、次。結構なんか今日はそのなんていうの、うん、ホストとしてのね、うん、そう、じゃあちょっと次行きましょう、次の話題。喧嘩した時、あー、うん、まあ結構喧嘩のパターンもあるとは思うんだけど、うんうん、どうしてる？喧嘩、まあ内容にもよるっていうのが一番。え、謝れる？え、もう僕はもう、うん、あ、でもなんか結構論理立てる派かもしれない。あー、なんか、あー、そう、ね、なんでこれでこうなのみたいな。だからあの結構嫌われるタイプだよね、めちゃくちゃ。あ、そうだ。でもちゃんと結構向き合うタイプだね。そうだから、なんでみたいな、なんでそうしたのみたいな。うん、そう、まあ、その理由を聞くみたいな。で、まあなんか変な回答来たらもう無理だと思ったら自分から謝る。あ、もうこれ以上言ってももうね、取り返しっていうか、まあなんもなんないと思ったら謝る。すげえ大人なんだけど、びっくりした。うん、すげえ大人なんだけど。いやもう謝ることが一番の近道っていうか、まあまあ近道っていうかね、まあ丸く収まるように。どうすか他は。俺もなんか普通に謝っちゃう。あ、もうごめんみたいな。なんか結局怒らせて、そこからそのまま雰囲気とかも大事だし、なんか空気悪くするのもあるし、もう謝っちゃう。なんで母国語で謝るんですか。いやいやいや、ちゃんとジャパニーズ呪文みたいなの唱えるでしょ。呪文みたいなの唱えて、呪文。すごいじゃん、いいね、謝るんだ、うん、喧嘩するっていうか、なんかする、うん、します喧嘩。あんましないかな。え、したことない。なんかしそう、なんかなんかあるじゃないですか、なんか、うん、喧嘩になりそうだなみたいな雰囲気の時に、もうそこら辺でもう、いやもう、ごめんやみたいな、もうなんかちょっと若干ネタ挟みつつみたいな感じで謝って流すみたいなのが。俺も、うん、てか、何この今日の俺意地。うぜんだけど、俺意地って書いてるやつうぜんだけど、いじられるの僕愛だと思うんで、うん、いやなんか、うん、まあ多分いじってきて、ありないじりとなしないじりってあるじゃないですか、うん、まあ多分いじってきてるのは、まあ同じキャストなのかなみたいな。いや、まあ見てる人、まあキャスト見てると思うけど、マネージャーってオスラブ的な感覚で書いてるオスラブ的なみたいな感じでバーみたいな書いてんだろうね。まあ確かにね。エリーちょっと呪文お願いします。呪文って何、呪文謝るとき呪文謝るときか、ブルーアイズとか召喚してよ、呪文とかね。ブルーアイズとか召喚してよ。ブルーアイズは召喚じゃない、ブルーアイズは召喚じゃないでしょ。あ、会話概要説のセリフでいいんすか。おっ、いいね。なんだっけ、いや、わかんねんかい。なんだっけ、まだ最強の守備ブルーアイズぐらいしかわかんない。でも俺見てんの女の子だからね。確かに見てんの女の子だからね。え、ちなみにでもこういうこの質問って、うん、ジュン君に多そうなイメージが。うーん、僕はでも、あ、そうだね、うん、僕結構喧嘩しますよ。なんか逆に聞いてみたいみたいな、うん、僕は喧嘩してる時にこう、はぁ、あ、みたいな、うん、はぁ、あ、みたいな、うん、っていう風になんかなっちゃう時もあるんですよ。なんか、あぁもう分かったみたいな。あぁもう別にいい。でもそれを超わざとっぽくやるから、あぁなんか女の子がもうまた始まったよみたいな、あぁっていうのもあるし、うん、なんだろうね、なんかね、あんまね、うん、結構僕がやっぱ素なんで、うんうん、自分がやっぱ言いたいこと言っちゃうから、あ、女の子に不満が多分あんまたまんないのかな。
わかんないけどもうちゃんとバンバン言ってくるから、あーお互いにじゃあ言い、ちゃんと言い合ってるみたいな、ね、それがあるから、そう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 、うん、なんかそれはないかもしれない、あんま喧嘩っていう喧嘩は、うん、ないかな、でもそこは俺と一緒な感じで、もうちょっと離れる前に謝って終わらせる、謝ったことないですよね、絶対謝んなそうなイメージや、確かに謝んなそうなイメージや、本当に謝んない、謝んないです、謝ったことないです、なんか真面目に謝れないんですよ僕、なんか昔からなんか本当に俺自分の欠点だと思うんだけど、うん、真面目に謝れなくて、うん、なんか俺逆に謝ると怒られるの、なんかえなんか謝んないでなんか上司とか謝ってもそうねみたいな、あ軽いんだ、そうそう気持ちはこもってるんだけど、うん、そうそう、なんか昔からだからやっぱ先輩とかに怒られて、うん、なんかガチでテンション低くなって謝るとなんかお前ふてくされてんのって言われちゃうタイプだから、なんかその分なんかノリでごめんみたいな、いやいやいやそれはダメでしょ、ごめんみたいな、それはダメでしょ、仲直りみたいなやっちゃうから、なんかもうそれはもっと怒られる、そうそうそう、そんな感じだから、ああそうなんだ、そう逆になんか空気壊しちゃうんだよ、まあそうだね、うん、だから多分指名がいないんだろうね、あんまりね、それは何か分かる、それは分かんない、いい大事だ、喧嘩結構多いからね、でもやっぱお酒も飲んでるし、まあ、確かにね、女の子もね、うん、大変だから、うんうん、みんな担当と喧嘩してるの、逆にね、ね、逆にそのあのお茶の間の皆さん、お姫様たち聞いてみたいんですけど、担当とどんな喧嘩してるってのコメントをくれたら、どんなことで喧嘩してるのいいね、その喧嘩の内容に対して俺らがどう解決しちゃうかみたいな、そういいかもね、そう、お茶の間、ニコナを見せる、いつも悩まなくていいのに、エリーさん人気だね、そう、エスカルゴ、ちなみにこれ俺なんですけど、お前のパキスタンからエスカルゴに変わったっていう前ちょっと話したんですよ、パキスタンだったの、そう、エスカルゴってこれ俺のこと言ってるんですけど、僕以上にいじられる人初めて見たんですよ、うん、俺こんなんでも本当にいじられるギャラですよ、すごいね、そう、こんな顔してるから絶対いじるの怖いだろ、怖いって言うけど、うん、めっちゃいじられるギャラですよ、そうなんだ、そう、すごいね、こういうの多いからね、他の女の子とのライン、まあでもそれって携帯を見るか、でもこれ、ね、ほんとほんと、怖っ、でも俺結構もっと今担当ヒールで切り倒します、いいね、いいね、僕は結構その好きっす、これちなみに俺やられましたついこの前やられたんですけど、マジで、そう、俺記憶なくて、ベロベロで全然記憶なくて、翌日マネージャーに昨日大丈夫だっけ、体にするバッと、朝ないね、強いね、じゃあマネージャー見てんな、止めろやっつって、うん、そういうレベルじゃないですよ、そういうレベルじゃないですよ、あ、まだ確かにそのあれですよ、担当の LINE しっかりしてる時っていうのから絡めてるんですけど、うん、LINE とか例えば他の女の子としてる LINE 見せる見せる、あ、見せないか、俺も見せちゃうね、俺も見せちゃう、割と見せるように見てもいいよって言っちゃう、わざわざ、あ、逆に変わったっす、俺見せるように、で携帯見せて言われたのが、母親のことママチョンって登録してんだよ、妹が言ってくれたんですけど、それをめっちゃ言われて、あ、そこやからママちゃんなんかやってだからそういうのも隠さないし、まあ確かに、でも LINE 見せることによってなんか嘘ついてないよっていうのは相手に伝わるんだろうけど、やっぱりでもね、見たくない女の子を見たくないものを見ちゃいけないとは思いつつ、こう他の余計なものまで見ちゃったりしたらやっぱりね、嫌な思いするんだろうなっていう、そういう時はじゃあ謝る、例えば絶対隠してもバレることあるじゃん、例えばあるじゃん、例えば、なんか、なんつうの、俺この子にもう切れてるからみたいな、いいじゃん、女の子としてさ、敵対しちゃって、女の子来てんのとか、いや、もう切れてる、連絡取ってないみたいな、で、連絡ポン来て、うん、まだ繋がっていいんじゃんとか、で、そういう時とかって、もう逃げるっていうか、もう、あ、もしそういう状況になったら、もうそう、あ、もう分かんない、言っちゃうか、押してるよって言っちゃうか。あ、開き直るか、どうにかごまかすかみたいな、あ、そうあ、まあ、でもこれはでも確実謝るしかないってなっちゃうと思う、俺が素直に言っちゃう、あ、ごめんみたいな、うん、なるほどね、
結構みんな素直なんですね。いやだってなんかそれがその後がね怖いもんね。そうですね。そう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 。確かに確かに。ことをなんかそこから大きく したくないし、うん、確かに、うん、大きくしたくないから実際CM行きましょう。はい、はい、書いてくれる人はね、知ってる人だからいいんだけどね。あの身内感あるね。なんかね、エリーどうたらこうたらとか書いてる連中ちょっとうざいね、うん、さっきから見ててビキビキしてるね。本当にすごい。ちょっとニコ生がちょっと停止しちゃいました。あ、ほらえあら、本当だ、黒いって書いてある。何止まっちゃった。止まった、うん、ちょっと前髪薄いな。トマト全力してくれるかと。ここは撮ってるんですけど、多分放送側が止まってるんですよ。うん、父は放送されてるんで、そのままちょっとやっといていただいても大丈夫です。声だけですか？流します。あ、フレッシュの方はそのまま放送も流れてます。あ、ニコ生。あ、ニコ生が出る。なるほどね、なるほどね。やべえ、止めちった。おお、やべえ、止めちった。動いてるフレッシュの。みんな、こんにちは。あフレッシュね、フレッシュで見てる人、うん、フレッシュ、あ、そっか、フレッシュでは見れてる、ね、フレッシュでは見れる。あー、なるほどね。でも、ニコ見てる人の方が多そうだよね、うん、みんなこういうのにやっぱり弱いんだね、うん、こういう、ハプニングに弱い。ハプニングに弱い。どうしよう、ハプニングに弱い。フレッシュって、まあ確かにフレッシュって言う後ろの、あれ、次の話題に行っていいのかな。そうですね、一応行って大丈夫な感じですか。か、はい、あとちょっとだけ行きますか。じゃあ次行きましょう。はい、はい、じゃあコメント入れないけど、どうぞ、はい、次の話題。嫌いな先輩は、あ、嘘。お客様だ、これ変わってない、まだ変わってない。あ、こっちがね、変わってんだけどね。そう、ラストオーダーでシャンパン狙ってください。おー、結構あるじゃん。あ、まあなんかねだり方みたいなあればないっすか。みんなねだり方、なんかこう入れてほしいなみたいな時とか、うんうんうん、なんて言います。ラストオーダーシャンパンになった方がいいんですよ。あ、マジっすか。逆になんかもう決めてる、決めてくる、うん、お互いに、じゃあこの日にシャンパン入れようとか。そう、それが早い時間、まあ、その、うん、そんな感じです。早い時間なのか遅い時間なのかは、うん、まあ、その子とその日決めてから、うん、あ、じゃあもうあれだ、決まってんだ、この日はシャンパン。こう来て、踏みに来て、すごい企画潰しがすごいんですけど、うん、すごい潰しが女の子側がないのか。そう、うん、気分乗ってきて、ちょっと内緒でサプライズっていうラストオーダーサプライズみたいなのは、うん、あ、いいね、あの結構うちの、ま、うちの他のキャストとかであるんですけど、うん、なんか基本はなんかどこで入れる、どのタイミングで入れるっていうのはその日来たことがもう打ち合わせしてるみたいな。そうだね、うん、じゃああれっすか、もうこの、じゃあなんか女の子来て、じゃあこの子を今日ここまで使わせようじゃないけど、うんうんうん、そういうのも決まってるってこと。あ、もう決まってる。まあまあそうですね、うん、決まって、だいたいここのラインまでで、ラインまで、うん、お、なるほどね。なんかすごい、みんな A 型なの、しっかりしすぎでしょ。俺 A 型です。すごいね。あ、でもなんか、ねだる、ね、まあねだれる人っていうか、なんだろうね。いや、なんか、じゃあ、うん、ラストオーダーじゃなくてもいいですよ。例えば、
最初ってやっぱ結構みんな、まあ、細飲みって言っちゃあれだけど、うん、まあ言えないじゃないですか。普通に一発目来てシャンパン入れる女の子なんてマジでないじゃん、うん、まあ確かにね。そこをじゃあどう上げてって、うん、上げ方じゃないけど、はい、うん、あれば、あ結構ね、ヘルプに頼っちゃう。あでも結構それはあるね。あヘルプを、うん、結構俺のお客さんでヘルプを場内入れる子って結構多くて、うん、でじゃあ場内もらうけどいいけど、うん、場内もらうとなんか、うん、細かいところで単価上げしてくれるから、うん、ああなるほどね。あでもそれはすごい俺も分かる、うん、僕なんかもお酒飲めないんですよ、うんうん、だからやっぱ先輩ついてもらって上げてもらって、そうだからなんか自分からシャンパン飲めないって言えなくて、うん、なんか言うとお前飲めねえじゃんって感じだから、うん、あまあ確かにね。だからまあ結構それはあるかもしれない。やっぱ先輩使って、うんうん、先輩使ってって言い方あれだけど、まあそうですね。それはどう上げてくるんですか、みんな。上げ方もそうだし、こう入れるきっかけとかさ、うん、なんかそのことのほんと些細なこととか、例えばたまたまっていうかその来た日がじゃあ出会ってから何ヶ月とかでしたとかっていうのを使うことはあるんですけど、もう記念日シャンパン、うん、記念日飲んじゃうみたいな。で絶対その向こうも楽しんでれば多分そのノリで入れる、まあそうじゃないですか、絶対金、お金を使いたいっていう子たちが来るわけじゃないですか、そこから。まあまあまあね、そういうのを使う記念日行くか、いっぱい持ってかないとね、記念日行くはやべえと思って LINE 一番最初まで見ないと、なるほどね。どうすか逆に、どうだろう、結構僕これが苦手なんですよ。だそうだとかもそうやし、なんか太くさせるのが苦手で、そうそう、どうなのかなと思って。まあでも一番はね、まあ、楽しいって思ってもらうことが大事だから、うん、まあ、自分ありきだけども、まあ、他に気に入ってくれるヘルプの人を探すかもしれない、うん、あで、なんかそれで一緒に飲んでて楽しいっていうのが一番かな、うん、まあ、店内のサブタンみたいなやつ、うん、お店の中のサブタンみたいな、そうああ、いいね、うん、だからそれで、うん、まあそうですね、そんなの結構いますよ、うん、サブタンみたいな、サブタンじゃないけど、まあ店グル的な、うんうん、言ったらね、言ったらね、まあヘルプでなんか任されてて、その子とヘルプね、そういう感じの風になってるみたいな。いやだっていなくてもその人が いればまだ楽しいって、うん、なってくれれば、まあ、楽しいし、まあ、そうだね、被ったりとかしても大丈夫だし、ね、担当がいなくて、他のとこ回ってても、うん、誰かその子兵士かなんか入れといたら、うん、いてくれたら楽しいし、うん、みたいな、確かにあるですね。大事だね、キャストの中も大事だよ、うん、そうだね、そうなんだね、まあ、でもみんなマジで真面目なんだよ、びっくりしちゃった、うん、俺びっくりしちゃった。結構僕なんかだと軽いノリで行っちゃうんですよ。なんかトイレ行った時に、うん、ボトル棚とか通ってくるんですけど、うんうん、あ、いろよみたいな、飲まないみたいな、あ、無理って大体言われるんですけどそれ初回とかにも行っちゃうんですよ、平気で初回の子に、なんかほら、リシャールあるよ、いろよみたいな、めちゃくちゃいらないみたいな、大丈夫、サメが持ってるでしょ、うん、結構真面目に聞くんすか、え、何か本当になんか売り上げ欲しいから入れて欲しいみたいな感じで言うのか、それとも結構僕みたいに、うん、飲まないのみたいな、あ、OK、うん、ノリですよね、その場のノリとノリもあるし、真面目に話するところの時もあるし、これどっちもですね、うん、女の子が乗ってたら、うん、そのノリに合わせるし、うん、なんかそうじゃない感じで、もともと入れる予定もなかったら今日ちょっとさみたいな、あとその締め日とかそういうのを使うんです、あイベント日系ね、なんかもう入れなきゃダメですよ雰囲気感みたいな、みんな入れてるし、ね、みたいな、その雰囲気感を使うこともあるんです。あでも俺も最初それだったかもしれない、逆にあれかもしれない、ラッソン狙えるから、まあ、イベントじゃない日にあえて入れてほしいっていうかもしれない、あーなるほどね、なんか結構歌えるから、うん、なんか、まあ、空いてる日って言っちゃうだけど、そうそうそう、なんか、まあ、平日の方が、まあ、確率で言ったら歌えるしみたいな、確かにそうそう、まあ、そうだよね、うん、イベント日の後とかなんか1本入ればもう歌えちゃう日とか全然あるからね、うんうん、全然誰も入れない日とかに、うん、ほんとちょこっとなんかシャンパンでも、うん、安いシャンパンでも何でもいいですけど、うん、入れたらもうラスト取れるっていうのが分かった時点で、うん、言うといいです、うん、今日誰も入れないしラストオーダーだし、
今日ラストに歌いたいんだよねっていう使うことはあるんです。だからどちらかというと歌うまいっていいっすね。いや、僕うまくないっす。うまくないっす。僕うまくないんで。あれ結構みんなやっぱ考えてるっすね。いいじゃない。そうね、ホストやってる以上はなんか常に頭を回さなきゃっていうのはありますよね。まあね、しかもイベント日は多分ナンバーワンになるの結構難しいけど、まあその日のナンバーワンがそう何日間か取れたら、まあそれだけで自分の中で多分嬉しいっていう、その日だけは1位だったみたいな、それ大事だよね。これコメント見づら。それね、俺も思ったっすよ。確かにラスト。ちなみにみんなラストを歌ったの入ってからどれぐらい？いや僕歌ったことないっすね。俺バースデー、バース、自分のバースデーの時っすね。へえー、すごいね。なんかその合同だったんですけど、合同で、合同で同じ5月生まれのやつ一緒にやったんですけど、ああ合同のイベントで、そで、その時にそいつと一緒に、なんか歌ったっすね。何曲？ね、あ僕でいいよねっていうなんかあの LGY の曲、ああそれを歌ったっす、ね。LGY わかるよ。え、淳くんはあります？いや、僕もないっすね、まだラストもないっすよ。歌いたい曲はもう決まってるみたいな、これ歌おうみたいな。いや、もう本当に考えたことないんで。ああ、考えてた方がいいと思う、本当に考えてた。俺教育テレビの歌歌うって歌うって決まってますよ。ちなみに淳くんは何歌ったんですか？先週。先週はおっぱいがいっぱい出ました。本当本当本当、いや本当だよ、本当だよ、マジ本当だよ、マジ本当だよ、本当だよ。そうそう、テント取りに行くわけでもなく、もうテント取り行く。でも結局取り行ったんですけど、もう50点ぐらいだった。本当に本当に、いやマジっすよ、本当に本当に。今日1分前なのにあれがない。あれがあった、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 あった。ちょっとじゃあ誰かホストっぽく弾いてよ、これ大事だから。ホストっぽく、ホストっぽく弾こうよ。はい、次のそれ、はい、これ、分かったわ。はい、あし、次回の MC、はい、僕でーす。おいよいしょ。真面目な話するか楽しいか分かる。いいね、いいね。結構今日真面目だったから、そう、ね、楽しみで、今回真面目会っていうことね。そうそう、はい、またじゃあ来週も、来週お楽しみに。